はいどうも、中井戸です。今回は、ちょっととんでもないことね、起きてしまいました。先日僕がですね、出したラグナドールというゲームの動画なんですけども、そこでですね、開発費29億、報告費10億、かかっているゲームですよっていう話をですね、そこでしてるんですけども、それがもともと、ラグナドールっていうゲームの、CM の撮影の動画で、そういう風に言われてたわけなんですが、こちらの動画を投稿したところですね、プロデューサーの方から、すいません、その情報は誤りでしたと。本当のところはもう少し安いです。というコメントが来たんですけども、その次の日にですね、僕とグラムさんの、共通の知り合いの方からちょっと連絡が来まして、どうやらプロデューサーの方がですね、かなり激怒していると。ちょっといろいろとね、説明したりとか、訂正したいこともあるしと。ということで、ちょっと一回、話したいということで、連絡をいただきまして、今回このね、対談するということになりました。初めてですね、こんなことは。ここのプロデューサーさん、社長さんなんですけども、が殴り込んできたということで、今回、どのような話になるのか、僕もわかりませんが、内容としては面白いというか、かつてない、YouTube 史上初のことだと思うので、ぜひ、最後まで見ていただけたらと思います。それでは行ってみましょう。それではですね、グラムスのプロデューサー谷さんとプロモ担当の黒田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、ラグナドールの、プロデューサーさんたちがちょっと激怒して乗り込んできたということなんですけどもやっぱりさすがにちょっと怒ってますよ ね、 なんか見ててちょっと、寝れなかったかもしれない。そのめちゃくちゃ忙しい中来ていただけたというか、乗り込んできたということなんですけども、まずそのあの YouTube のコメントってそもそもこう本人なんですか？そうですね、一番は間違った情報元に、ちょっと考察させてしまって、一番は申し訳ないなっていうところを伝えたかったっていうところで本人です。だやっぱりユーザーとして、視聴者として資金になるのが、じゃあなぜそういうふうになってしまったのかっていう話ですね。そうですね、6月か7月かぐらいの情報なんですけど、海外展開をコメントにも書いたんですけど、海外展開を考えていて、その海外展開も含めた予算というようなイメージですね。金額は、はい。で、一般的にその中井戸さんの動画とか視聴者さんとか、今まだ国内しかリリースしてないので、そこでその金額だっていうふうに認識されているので、一旦は違うよっていうところを、本当は数字出したくないんですけど、ちょっと出させていただいたという状況です、はい。なるほど。つまり前回のラグナドールの動画にコメントしていただいたところに、現時点で使われている国内の制作費とプロモ費の方が出てるんですけども、それは事前に出ていた情報とは違うんですけど、そこは要は海外分の予算が含まれていたというところで、それをそうですね、某動画でそこまで具体的に、そのいやこれは実は海外も含まれててっていうふうなことを説明してもちょっとしょうがないので、その辺はちょっとカットしてというか説明されたってことですよね。そうですね、はい。実際その中国今反対事件と、あと英語圏、主に北米なんですけど、もうほとんどもう展開の余地がもうあるというか、もう決まっていて、で今それでもうずっとそれに向けて今進んでるんですね、翻訳作業だったりとかも含めて、なんでそのローカライズだったり運用だったり、あとその現地のプロモーション非常に重要だと思うんですけど、そのプロモーションっていうのを全部鑑みたらあれぐらいの予算になってくるっていうところです、基本的には。で、一つ一つの地域に関しては、その動画説明をするようなものでも別にその当時はないので、あれ CM の動画じゃないですか、ぶっちゃけて言うと、だからここではなくて、ただその部分がちょっとフィーチャーされてしまったっていうところだと思います。なるほど。そうなんです。しかもあの金額っていうのがあそこからもう4ヶ月くらい経ってるので、だいぶ変わってるんですよね、その辺も含めてちょっとややこしいなとは思ってます。いろんなことがあってややこしくなったと。ヨウさん組んだ時は本当8月を目指してたんですよ。だいぶぶっちゃけっすね、それもね。目指してたんで、基本的にゲームって目指してるリリース日とだいぶずれるっていうのはよくあると思うんですけど、ありがちです。わかりました。でこれちなみになんですけど、中国ってちょっとハードルあるじゃないですか。なので中華圏は、パートナー企業とやります。中華圏で有名な、カパブリッシングの方からオファーをいっぱいいただいていて、そのオファーをいただいているところと、タッグを組んでやっていこうっていう話で今進めてます。かなりチャレンジングだとは思ってますね、ただそのベストを尽くして、ちょっと今中国って、原神をはじめとして 3D ゴリゴリの、アクションが、かっこいいとか面白いっていう、割とその操作が難しい系が主流になりつつあるんですけど、僕らみたいなガッツリじっくりこうゲーム部分を楽しむみたいなゲームが受ける可能性もあるかなというふうに僕らは考えてて、
ほどな。かなりその中国だったりとかアジア展開までに、まあ、特に安定度を増して、まあ、UI も含めて改善したものを出そうっていうところで今かなり改善をしているところです。あ、まあちょっとじゃ気になったんですけど、あのラグナドールってなんか、 かなり日本に寄せてきてるというか、まあ、露出が高い可愛い女性キャラ多いじゃないですか。はいはい、はいはい、あの辺って海外展開するときになんかやばかったりします、その壁があるとか。そうですね、ちょっとそのいわゆる、ローカライズだけじゃなくて、いわゆる言語の変更だけじゃなくて、はい、業界だとカルチャライズって呼んでるんですけど、はい、まあ、その国々での、文化に合ったものに調整していく必要はあると思っていて、なるほどな。なので、その国にちゃんとなんていうの、文化を分かってる人間にその辺 の、 その露出具合とかをチェックしていただいて、必要であれば露出を抑えるイラストに変更するとか、そういう対応をしていく予定です。はいはい、わかりました。じゃあ、まあそのあたりもやらなきゃいけないし、まあプロモ費も当然かかるんで大変ですけども、まあチャレンジしていくということですね。そうですね、はい、まあ、ありがたいことに、その中華系の企業さんにも実際プレイしてもらってて、基本的にテストをして、それ合格したものしか基本的に絶対そのローカライズだったりパブリッシングしたくないじゃないですか、はい、しかもすでに終わっていて全部レビューとかも含めて、はい、それでまあ合格してるところがいくつかあるので、そこからこうどこと組んでうまくやっていくのかなっていうのが、まあ中華系の話です、ね、どっちか。ですね僕ちょっと事前予想をまあしたいなと思ってた時がありまして、はいはい、はいはい、でですね、僕はラグナドールのセルラン、まあ、本当にセールスランキングだけなんですけども、まあ、順位で言うと最初30位まで行くなと思ったんですけど、まあ、でもそれタッチした後に、まあ、当然土日挟みますし、でこの月末のやっぱり厳しい戦いがあるんで、まあでも50位ぐらいまで落ちるんだなと思ったんですけども、なんだもっと落ちると思ったんですけど、まあ、プロデューサーさんからするとどれぐらいで予想してました？結構難しい話なんですけど、はい、まあ、基本的に僕らの場合は、まあ、松竹梅みたいな3パターン、ポジティブパターン、はい、まあ、ネガティブパターン、普通パターンぐらいな感じで、はい、考えて、計画立ってますと、はいはい、で現状は、まあ、いわゆる堅調というか、あの、はい、普通パターンというか、はいはいはい、そうですね、いう状況です、はい、でもちろんプロデューサーの立場だったり、はい、現場の立場からしたら、はい、ポジティブパターンを良かったなっていうのはあるんですけど、はい、まあ、なかなかこう、まあ、特にですね不具合が多くて、はいはい、本当に申し訳ないんですけど、楽しんでいただいてるユーザーの皆さんに対して、はい、不具合がとにかく多いと、はい、いうところがあって、不具合があるとちょっとやめてしまうようなユーザーさんに対してちょっと継続されてないっていうところはあるかもしれないです。で、そのポジティブパターンだとぶっちゃけ何位ぐらい行く予定だったんですか？なんですかね、難しいですね、まあまあ、ゲーム、あのゲームだけに絞った場合のランキングで言うと、まあ、10位ぐらい行ってくれたら、まあ、嬉しいなとは思ってはいます。分かりました。ただその、なんていうんですかね、最後まで迷ってたんですけど、はい、UR キャラ確定ガチャ券っていうのを、はい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 、結果的に配ったんですね、はい、でやっぱり UR キャラをまず手に入れてからスタートしたいっていう人ってめちゃくちゃ多いと思うんですよね、はいはい、で、リセマラがめんどくさい人は、UR キャラガチャ券が、確定ガチャ券が付いてるパックとかを、はい、購入して、まあ、ご祝儀も含めてみたいな感じで購入してくれる人って結構いると思うんですけど、はい、そこを、まあ、無課金だったりとか、微課金の人に早く始めて、その、まあ、ゲームの面白いところまで、早くたどり着いてほしいっていう思いで、配ったんですけど、はいはい、まあ、それ、まあ、かなり勇気がいる決断だとは思うんですけど、はい、この部分でちょっと初期の売り上げが、まあ、その爆発的なのにならないっていうのはあると思います、うん、でもそれがまあ結果的にこう継続的に売り上げにつながってるっていう。そうですね、そのそういうデータ的にはその継続率もおかげさまで高い数字になっているので、はい、そっちにつながって継続的な売り上げにつながっているんじゃないかっていうような、はい、現状の分析にはなってる。各代理店さんとお話をしてるんですけど、その継続率についても結構驚かれることが多くて、はいはいはい、過去のノン IP のタイトルとかで基本的にその広告のデータから紐づいて継続率って分かるんですけど、はい、それを皆さんデータとして持ってるパーセントよりもはるかに上のパーセントで皆さんに楽しんでいただいていて、はいはい、でもちろん最初の谷が話すと UR 確定ガチャを配り、リセマラを例えばしたりとかしてキャラクターをゲットして、その後は本当にずっと継続して楽しんでいただいていて、で、まあ、本当に何だろう、より楽しむために、まあ、継続的に課金をしていただいたりもしているので、売上なんかずっとこ う, うまく続いているような感じなんですね、はい、そういう意味でも顕著だなとは思ってます。
じゃあ、まあ今後のそのアップデートとか、まあロードマップも出されてましたけど、それってめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。このリズムを続けていくっていうところでは。なんですけども、はいはい、まあ僕が一番気になってるのはやっぱ UI なんですよね。あの UI の、まあ、文字が小さくて見づらいっていうところが、僕はその不具合問題よりもまあ一番気になってるところなんですけども、そのあたりとかはなんかこう、良くする予定とかっていうのはあるんですか？そうですね。あのかなり、まあ中井戸さんも含め、直接ユーザーの方から、要望を送っていただいたりとか、はい、ツイッターだったりとか声っていうのはありまして、 UI に関しては文字がちっちゃいとか、はい、あのボタンがちっちゃいみたいなところはありまして、はい、まあ、徹底的に、改善していく計画を立ててます。はい、ちょっとあの不具合が優先されてしまうので、まあまあそれはもちろんそうですよね。どのぐらいのタイミングで実装されていくかっていうのはあの約束はできないんですけど、はい、今考えてるだけでも、ホーム画面のもろもろのアイコンサイズだったりとか、はい、あとそのチャット部分の文字サイズは多分早い段階で、拡大します。まずは拡大して、はい、そこからもうちょっと余裕ができたらあの自分でサイズを変更できるみたいな、はい、あ、はいはいはい、いいですね、はい、っていうのを考えてます。でショップもかなりタブがブワーって並んでるのが、まあ、気になってる方は多いと思うんですけど、うん、そこもあのいわゆるこう交換系のものとショップで買う系のものを別の動線にして、もうちょっとスッキリさせるっていうのはもう、はい、あの計画してます。はい、その他で言うとあの、まあ、ゲリライベントなんかの、もっとちょっとゲリラもうすぐやるよみたいなのとかをゲームプレイしてるときに分かりやすくするとか、はい、あとタウン周りも、かなりちょっと分かりにくいところあるので、はい、回収する予定になってます。はい、あとバトル部分でもあの右下のオートボタンとか倍速ボタンみたいなのが、はい、まあ、結構ちっちゃいのでちょっと可能な限りとりあえず暫定的に大きくしてその後、はい、あの抜本的に改善する可能性はちょっと今検討しているところです。分かりました。まあ、その他要望がある限りあの日々回収していく予定です。はい、ロードマップに変化ありますか現状？そうですね、今不具合の回収がもう最優先で本当に、まあ、エンジニアなんかは本当に最低限の睡眠しか取らずにみたいな感じでやってるので。そうなんですか。まあ、そうなってくるとその新規の大規模コンテンツっていう風に書いてあるものが、はい、ちょっとずつ遅れていく可能性はあのちょっと否定できないかなとは思ってます。福読みの塔っていう塔イベントだったりとか、はいはいはい、乱闘コロシアムをもっとちゃんと、勝負がつくようにするとか、はい、まあ、ユーザーがあの大会を開催できるみたいなことに将来的にしようっていうコンテンツなんですけど、ちょっと優先度がどうしても下がってしまうかなっていうところです。はいはい、ただ新章の開放みたいなのは、はい、あのきっちりやっていきたいなと思ってます。なるほど。あのストーリーのメインストーリーの開放です。はい、じゃあ、まあ方針としてはロードマップの中で言うとそのメインストーリー開放レベルキャップ開放みたいなところは順調にやっていって、まあ、優先度で言うと大規模コンテンツ系がちょっと下がってしまうから押すこともあるかもしれないっていう可能性としてはそうですね。はいはい、ただ今あの本当に勝負の時期だと思うので、はい、具合も回収しつつ新規コンテンツも遅らせないっていうような気概で頑張ってはいます。はい、妥協しませんね。なるほど。やっぱ話聞いてるとハリスさんってそういうクリエイター気質の方ですよね。そうですね、あの僕プロデューサーっていう一応名目で今お話しさせていただいてますけど、はい、どっちかというとメインプランナーみたいな形で、はいはい、あの仕様を切ったりとかあのイベントの発案したりとか、はい、さっきの UI の実際プレイしてるユーザーの方から、いただいた意見だったりとか、はい、元に僕が主体的に UI の回収とかを指示したりとか、はい、デザイナーが、はい、回収したものをチェックして本当にこれでいいのかみたいなのを、現場で実際にやってるタイプの人です。あ、なるほど。現場にいるんですね。はい、ゴリゴリに現場にいますね、僕の場合。はい、でですね、まあ、コメントの話あったじゃないですか。で、まあ、僕がコメントに返信をしたので、その、やりとりになって、まあ、この企画につながったっていうお話を聞いたんですけども。はいはいはい。なんか、いや、単純に僕はあれを見て、タニスさんがどんな人なんだろうって気になったんですよね。お、はいはい。はい。ありがとうございます。まあ、なんか、このラグナドールってゲーム見てても、今売れるゲームが何だろうなっていうところから逆算したっていうよりかは、その、多分谷さんがこういうゲーム作りたいってのがあって、それを売るにはどうすればいいかって考えてるっていう気がしたんですよ、見た時に。うん、なのでなんかそこに、まあコメントの方でも、まあ、自分過去にオンラインゲームやっていたっていうところがあるんですけども、はい、やっぱラグナドールがなぜ生まれたのかみたいな話をちょっと聞ければなと思いまして、制作秘話じゃないですけども。まあコメントにも書いたんですけど、
はい、まあ、僕若い頃にまだオンラインゲームっていうのが始まったみたいな時期だったんですけど、はい、まあ、ドリームキャストですかね、あの、で、初めてオンラインゲームをやって、まあ、カルドセプトっていうゲームだったんですけど、それは、はい、手が震えるぐらいめちゃくちゃ面白く感じたんですね、はい、その頃は、はいはいはい、でその流れでファイナルファンタジーがオンラインになるぞっていうところで、これはなんか面白いんだろうと思って、はい、本当にベータに応募してベータからやってたんですけど、はい、まあ、とにかく面白くて、はい、でその時に何が面白いかっていうと、もう何ですか、家にいながらにして会ったこともない人と本当に日夜共にして、はい、あの冒険するっていう経験が、なかなか今ってその本当の意味でそのなんか友達というか人間と人間の絆が深まるってなかなかこうリアルでない中で、ちょっと一般人に話すとすげえ気持ち悪がられますけど、ゲームの中で死闘を繰り広げて、はい、寝る間も惜しんで食べる間も惜しんでやってたみたいな感じなんですけど、はい、その時の絆ってすごい深くなってて、では今でものうちのチームのメンバーに一緒に当時 FF11 をやってたメンバーがいたりするんですけど、はい、その体験ってすごいなと思いまして、はい、まあ、僕そのゲームのオンラインゲームの場所をサードプレイスって呼んでまして、昔のおじさんとかだと近所 の, あの居酒屋とかに日々行って、その中で居酒屋の飲み仲間がいて、そこがなんか家と仕事とサードプレイスの居酒屋みたいなのがあったと思うんですけど、現代ってなかなかそういうところって難しいなと思ってて、でそれがオンラインゲームの中にあるなっていう風に感じて、僕はだからその生きていく上でファーストプレイスの家庭とセカンドプレイスの職場以外の3つ目 の, そのなんか自分の趣味とかあの安らげる場の仲間っていうのすごい大事だなと思ってて、はい、それを作りたいっていうのがまずは一番の思いとしてあります。 それがこうラグナドールに落とし込まれたっていうのはこう聞いてもいいですか。その、まあ、スマホでそこに、まあ、3つ目の居場所を作りたいみたいなとこあったと思うんですけど、うん、はいはい、それがラグナドールって形になる過程というか。なるほど、はい、まあ、僕の過去の作品で言うと、まあ、バルハラゲートと黒騎士と白の魔王っていうものがあったりするんですけど、まあ、自分の中でもかなり面白いゲームを作れたと思ってますし、はい、まあ、結果としても多くのユーザーさんに楽しんでいただいてて、まあ、今でもちゃんと課金していただいて売り上げも上がってるっていう状態なんですけど、はい、まあ、黒騎士と白の魔王を作った時に、まあ、ちょっと一点欲しかったなと思ったところがあって、はい、黒騎士と白の魔王ってやっていただいた方ならわかると思うんですけど、バトル部分に関してはめちゃくちゃ面白いんですよ、はいはい、でそこをめちゃくちゃ楽しんで今でもいただいている方っていると思うんですけど、ただその登場するガチャのキャラクターとかのバックボーンがちょっと弱くてですね、はい、世界観に対して深く没頭するのがちょっと難しいというか、僕がやらなきゃいけないというかやるべきだったものっていうのは、バトルも面白い、世界観とかキャラも本当に、まあ、面白いというか、愛せるというか、はい、好きになれる、まあ、そこにその世界にまさに生きているかのように感じてもらう、そのキャラクターたちとそのユーザーはコミュニケーションを取るみたいなところって、はいはいはい、すごい大事だなっていうのが必要だなっていうふうに思いまして、はい、で今回、そこを本当にアートディレクターというかアートチームに、とにかくそのプロジェクト発足した時期からキャラクターたちはそこに生きてるんだっていうところで産んでくれっていうふうに指示してるというか、そういうコンセプトだったりとか、はい、これって本当にユーザーの人たちが生きてるって感じるのって、僕らがやれる限りの深掘りというかキャラの深掘りだったりとかっていうのを入れ込んでる感じですね。確かにね、アルめちゃくちゃリッチですし、かなりキャラクターも可愛いですからね。なんていうか、まあ、はい、要は性能面以外でのキャラクターの魅力を出したかったというか、作りたいという。そうですね、はい、そこはかなり今回のプロジェクトでこだわったところですね。あともう一つこだわったのが、はい、黒騎士の面白さって気の知れた4人が集まらないとなかなか体験するのは難しかったんですよ。はい、スマホのゲームって隙間時間に一人でやる時間って結構多いと思うんですけど、はい、そこをより充実させたかったっていうのもあります。つまり一人でプレイしてもいろんな人と楽しめるようなっていうことですね。そうですね、一人でプレイして気軽に楽しめて、仲間と4人とか、まあ、ギルドで集まった時はより楽しいっていうような、どっちもちゃんと充実させるっていう形ですね。わかりました、ありがとうございます。まあそういった形でこう企画してラグナドールが生まれたみたいな感じですよね。そうですね、そういう思いで、はい、
まあ、やれる限り作り上げたという感じですね。だからまあなんていうか、まあ、国産のその IP のゲームってやっぱなかなか出てこないじゃないですか、そもそもそのそうです、ね、なかなか生まれないと思うんですけど、やっぱそれはまあやっぱりどうしてもすごい博打になるしあんまり売れないっていうところがあると思うんですね。でそんな中でそのこのラグナドールでまあ、結構やっぱり開発にもかかってますし、まあ、オリジナルっていうのもあって、うん、僕はなんかそれの企画を通したっていうところがまずそれ本当すごいなと思ったんですよね、まあ、そこはそのやっぱ、まあ、僕の想像なんですけど、まあ、プロデューサーさんが企画持ってってそのプレゼンしてみたいな感じで通ってると思うんですけども、なんか、はいはい、そのあたりは今おっしゃられたようなそのなんか熱意の部分が伝わったのかなというふうに思いますね。そうですね、僕は結構昔からずっとこうなって、はい、業界の方々、いわゆるグリーモバゲー時代ぐらいからソサゲに参戦してる刑事の方々は僕の考え方とかやり方とかっていうのは割と知ってる方がいて、はい、で一応その国産のノア IP で僕のゲームって基本的にあのノア IP のゲームを作ってて過去に、はい、全部一応そのヒットはしてるんですよ。まあ、ヒットの定義ってなかなか難しいとは思うんですけど、すべてのゲームが月賞でいうと5億以上になっているので、割とそこの信頼度はまあベースとしてありますっていうところですと。で、まあ、その上で今回の僕がさっきお話しした黒騎士で、達成できたことと、もう少しやるべきだったし、やりたいと思ってたことっていうのを説明させていただいて、はい、だったらチャレンジしてみようよっていうことで、プロジェクト化したっていう経緯ですね。なるほど、ありがとうございます。まあこれでそうですね、いかにラグナドールが生まれたかっていうのはもう見てる方もわかると思うんですけども、そうですね、まあ僕がラグナドールプレイする中で、まあ、そのバトルに関してそんな奥深いかなと思ったんですよ、そこのに関して、うんうんうん、でこれはでもまあやっぱり谷さん的にはいやこれめちゃくちゃ奥深いんだってことだと思うんですけども、なんかそこに関してちょっと解説してもらえればなと、はいはいはい、ラグナドールのバトルって、トランプとかウノとかみたいな普遍的かつ基本的な面白さを根底に、設計してるんですけど、はいはいはい、まあ、でまああのちょこちょこどっかで言ってるんですけど、いろいろ言ってるんですけど、本質的に一番近いのが、はい、まあトランプで言うとスピードっていうルールのゲームなんですけど、ああはいはいはい、懐かしいですね、はい。まああれに例えるとちょっと想像しやすいかなと思うんですけど、はい、あのゲームの序盤ってどうしてもそのルール説明と練習パートになっちゃうんですよね。はい、つまりあのスピードを一人でやってるようなもんなんですよ。はいはいはい、一人でやっててもまあまあこんなゲームかぐらいの感じじゃないですか。そうですね、でもあれスピードって2人でやりだすと急に、はい、あの争いが始まってすごいこう白熱するっていう部分があると思うんですけど、まさにそんな感じだと思っていて、はいはい、まあ、トランプでいうと他にも大富豪とかポーカーとかもあると思うんですけども、はい、あれも1人でやるより2人でやった方が面白いし、2人でやるより、大勢でやった方が楽しいっていうものだと思うんですよね。はい、じゃあその高難易度になった時に例えばマルチとかで力を合わせて、うん、うまいこと息を合わせて戦わなきゃいけないみたいなところあるってことですか。そうですね、はい、息を合わせてっていうところで言うと本当に超高難易度っていうところになるんですけど、段階を設けてって、はい、まずは、まあ、マルチ4人マルチで、なんとなくこううまく戦うみたいな、で他人のフルチェーンの回数とか見れるんで、あれすげえフルチェーンしてるやついるじゃねえかみたいな、自分と何が違うんだろうみたいなところで工夫、より工夫したりとか、はい、まあ、諸々その辺をやっていくフェーズがあったりとか、はい、あとは一人で本当にじっくりと無限の塔っていうコンテンツなんですけど、はい、高難易度を楽しめるというか、そこで自分の腕を磨いてさらにマルチでそこをその上手くなったことをしてさらに難しいコンテンツをやっていくみたいな流れになっていて、さらにその先にギルドでみんなでやるっていうコンテンツもあるみたいな感じです。あ、そうやってその段階に分けてこうライトユーザーがゲームにはまって、まあ、コアゲーマーになっていくというかヘビーユーザーになっていくっていうことが設計されたわけですね。そうですね、はい、一応そういうふうな自分たちの思いというか計画というか設計でやってます。なるほど。で、まあ、そのやっぱりライトといえばですね、やっぱり今回のラグナドール結構特徴的なプロモーションしてると思うんですけど、まああまり普段からゲームをやらないような方に向けて結構やってるんじゃないかなっていうのはありまして、うん、でもその辺ってやっぱり
あれなんですよね。今なんかそこに向けて売ってるゲームが結構売れてる印象があるんで、その辺の戦略とかっていうのはあるんですかね。まあ、戦略をねもし聞かせていただけるんであれば。プロモ自体は自社でめちゃくちゃ力を入れていて、はい、まあ、一番分かりやすい例でいくと、多分この前も中井戸さんも言ってたと思うんですけど、それこそ花江夏樹さんだったりとか、二次サービスさんで僕らこう起用させていただいていて、ゲーム出た後とか前後に、でそこはしっかりそのゲーマーだったりアニメ好き声優好きっていうところにはしっかりと当てていこうっていうところと、あと普通にまあウェブとかでよく最近広告見ていただけてるかなと思うんですけど、ウェブのターゲティングもそういう風にしてるんですね。でそれってでも別に普通のゲームというか他社のゲームも全員やってるじゃないですか。はいはいはい、だからそこは王道なんで絶対そこはやっていきましょうっていうのも前提にあります、はいはい、で多分一番分かりやすいなんだろういろいろやってるねっていうところと、ビッシュだったりヒカルさんとかっていうのが多分一番気になられてるのかな。まあ話題性としてはそこすごいですよねやっぱり、はい、思うんですよね。で、はい、でまあそこはさっきの種が話した通りで、まあ、ライトユーザーにも楽しんでほしいっていうところでインパクトの混ざる人は起用したいなと思ってました。で、はい、じゃあ誰にするんだっていうところって本当にもう数年前、本当 3,4 年前からずっとお話をしていて、ヒカルさんもビッシュさんも、はい、でこのゲームのことができる前の段階からもうこの紙のベースの段階からコツ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 ずっと話をしていって実現できた本当夢のコラボなんですよ、はい、考えて、はい、で結構僕見てて CM だったりとかで芸能人の方起用されるケース、まあ、普通じゃないですか、はい、でもなんだろう曲だけとか CM 出てるだけとかってなってしまうとなんだろう親和性がそんなないのかなって思っていて、うんうんうん、で僕が思ったのは、はい、BiSH だと君の名はっていう映画あるじゃないですか、これ言えるか分かんないですけど、はい、でラッドインプスさんとがっつり組んで、はい、いろんな感情のところで音楽が流れているっていうと、あれめちゃくちゃがっつりとしたコラボだと思ってるんですね、はいはいはい、BiSH 僕それできないのかなってずっと思ってたんですよ、そういうのって、はいはい、一番ボスとかで気持ちが上がるところで曲がなんで使えないんだろうとか CM だけの曲って嫌だなって思ったところで、実は衣装の作成だったり、はい、主題歌のなんだ歌詞のオファーだったりとか、はい、あと CM であと既存曲っていうところは全部体現できたんですね、はいはいはい、でそこまでしていただけるメジャーアーティストって多分初めてなんですよ、はいはいはい、今回って。それができたので、かつ BiSH さんも CM の時とかにしっかりとゲームを触れていただいていて、ちゃんとゲームをしていただいている方、はい、かけることのインパクトのある方で、ラグランドールのことをちゃんとなんだろう信頼していただいている方っていうところでまず起用させてもらったっていうのがあります。はい、ヒカルさんに関しては、はい、まあ、数年前からこちらも話してはいたんですけど、実際もヒカルさんもうめちゃくちゃやっていただいていて、そうですね、めちゃくちゃプレイされてる。勝てないんですよ、もう僕らのレベルでももうはるかに、はいはい、でここも同じなんですけど、やっぱそのヒカルさんもそれたくさんもちろん案件いらっしゃるじゃないですか、はい、やっぱラグナドールっていうゲーム自体に本当にこうハマっていただいて面白いって言っていただいてるから、あんな風なでかいコラボレーション決まったっていう経緯もやっぱりあって、はいはい、なんでインパクトあるけどやっぱりしっかりとラグナドールのことを好きやってくれるっていうところの二軸でやって、かつなんだろうコアユーザーもしっかりとアタックするし、そのライトユーザーの方にもしっかりとこうラグナドールのことを知っていただきたいっていうことから、アイプロモーション設計になってるって感じですね。なるほどな。で、まあ、僕その YouTuber 目線で言うと、もうちょっとそのちょっともったいないなと思うのが、まあ、ヒカルさんってヒカルゲームズっていうチャンネル、まあ、サブチャンネルあるじゃないですか、はい、で、まあ、あそこでまあちょこちょこたまに案件とかやられてるんですけど、まあなんかあんな感じでもっとこうラグナドール、例えばまあ1回生放送150万で月4回とかでやってもらうとかもいいと思うんですよね。まあその要はヒカルさんがやられててランキングにいると、ゲームプレイしてるユーザーはヒカルやってんだなってなると思うんですけど、まだゲーム入ってきてないユーザーはやっぱ気づかないじゃないですか。なんでなんかその辺の露出をもうちょっと、まあまあやっていくのかなとは思うんですけど、今のところは、はい、実際がっつりこうゲームをプレイしてもらってもと、あと1回出たもヒカルゲームズの方でもしっかりがっつりゲームのコンテンツ上げていただいていて、はいはいはい、あと生放送をこの前させていただいたのもあるんですけど、あとまあヒカルさんに何だろう、もうお任せするという形ではないですけど、まあ、しっかり今ゲームやってもらってるんで、じゃあどういうことやっていきますかみたいなことはまあ話そうとはもちろん思ってます、はいはい、なるほど、まあ、そうですね、まあ、YouTuber 的にもね、そうやってこう継続した案件の方がありがたいっていうのもあるんで、そうですよね、リリースしたのでそのゲーム画面をしっかりと見てすぐゲームが触れる状態になってはいるので、その YouTuber の客に関しては今すごく今仕込んでる最中では実はあります。じゃあまあ今見えている以外のところも今実はまあ進んでて、それがこう出てくるっていう話ですね、はい、すぐ触れないゲームの説明をずっとこうリリース前とかにしてもなかなか伝わりづらいのかなと思って、その奥深さっていうところも、うんうんうん、で一切ゲームが出ました、ゲームを触っていただいてますっていうところで、今回のプロモーション設計も今後もそうなんですけど、ゲームをだからしっかりとしていただける方、はい、の方を絶対起用しようかなっていうのを基準にもちろん設けてます。はいはいはい、なんで、まあ、もちろん結構オファー来るんですよ、芸能の方からも。でもなんか絶対やらないですよね、あなたっていう方だとなんか絶対すいません合わないじゃないですか。ああ、さっきの、はい、
さっきの中井戸さんの冒頭みたいな形で、はい、なんか押すだけのゲームでしょみたいな伝わり方がしてしまうと、はい、そこだけじゃないんだよっていう風なこともあるので、チケットゲームをしっかりプレイしていただいて、ラグナロクを楽しんでもらってる人かけることのインパクトの人っていうのはずっと呼び続けようかなと思ってます、ね、もしそのラグナロクがっつりやってる YouTuber さんの方とかいたらね、あのこれは必見かもしれない、中井戸さんでもいいですけどね。すいません、ね、はい、中井戸さんがっつりあの、はい、ヒカルさんレベルでやっていただけるんだったら、ああもう本当にね時間があればやっていきたいなと思います。はい、正直、はい、ゲーム作るのめちゃくちゃつらいというか、精神をすり減らしてるんですよ。はい、はい、はいはいはい。なので引退した方が絶対楽なんですよ。はい、はい、そうなんですか。引退将棋の話ですよこれは。はい、いやまあ普通の人は引退すると思いますよ。はいはいはい。まあ1本か2本成功されたらもうちょっといいかな。そうですよ。それでそのまあ僕の場合、自分で会社を立ち上げて、そこでバルハラゲートっていうゲームが、はい、グリーランキング の、 あの上位にずっといるみたいな形で、はい、まあ、キャラが出たら基本1位で、はい、みたいな状態ぐらい、まあ、大ヒットして、はい、それなりに僕生活水準、まあ、そこまで高くないんで、はい、あのでなんかこんなに物欲も高くないんで、まあ、別にあと一生そこそこの生活で生きていくみたいな選択もあるとは思うんですけど、そうですね、なんかやりきった感がないというか、まあ、ああまあまあ先ほどね黒騎士でちょっと思い残すことあるみたいなね、うん、ことは言われてましたけど、はい、そうなんですね。なんか難しい話かもしれないですけど、なんかその生きた昔みたいなのを、はい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 、かっこいいですね、残したいっていうか、はい、で僕本名直しなんですけど、はい、直しの氏が歴史の氏なんですけど、そうです、はい、なんかゲーム史に残りたいみたいな、なんかその、はい、感情というか野望があるというか、はい、それがなんかこう何ですかね、はい、黒田もそうなんですけど、はい、新しいこととか挑戦するっていうのがなんかこう楽しいというか充実してて、で今回まあ国内も午前にヒットさせたいっていうのと、あとやっぱりこれから上がってくる、まあ、アジア圏特に中国なんかは、まあ、早いうちにちゃんと挑戦して、まあ、成功すればそれで非常にこうありがたいんですけど、はい、失敗したとしても挑戦したことで分かることってめちゃくちゃいっぱいあると思うんで、もちろんそうですね、とにかく挑戦して、はい、その経験を糧にあのより面白いことをやっていきたいなっていうのが、まあ、僕らのいる目標になってます。やっぱりクリエイターとしてまだやり残したことがあるというところで、そうですね、ことですね、あの若い頃とか学生の頃に、はい、テストの順位とかかなり低かったんですよ、はい、あ、はいはい、ちょっと勉強すれば、はい、まあ、それなりの順位になるっていうところで、多分潜在能力としてはまあ悪くないんだろうなみたいなところはあったんですけど、はいはい、これ本気出す時じゃねえしみたいな感じで、はい、あの生きてきたんですよ。あ、分かりますよ、でもそれ、はい、でどんどんその本気出す時じゃねえしっていうところで、まあ、はい、FF11 とか信長の野望オンラインは本気出してたんですけど、はい、リアルの方ではあの全然本気出してる、はい、感じじゃなくて、20代後半になった時に、あれ俺これ本気を出さないもん一生割るぞって思ったんですよ。なるほどなるほど。と思った時に、じゃあ自分が本気になれるのなんだって考えるじゃないですか。はい。で、まあオンラインゲームでそのサーバーを支配するようなトップユーザーとしてやれてたし、その時プレイしてた時に結構なんかこう、こここうだったらもっと面白いのになとかっていうのを割と具体的に考えたりとか、そのギルドのメンバーと話したりしてて、はい。それって楽しいし、なんていうんだろう、人生をかける価値があるのかなって、自分の 100% を発揮できるのかなっていう風に、やるならここなのかなっていう風に考えたんですよね。はいはい。それで、まあ、建築業界で設計やってたんですけど。はい。あ、そうなんですか。建築業界だったんですか。そうなんです。あ、そうなんですか。ゲーム業界の方じゃなかったんですね、もともと。そうなんです。29まで建築業界で設計やってたんです。あ、そうなんですか。え、今、おいくつですか。今、44。あ、なるほど。じゃあ、でも、かなり若く見えますね。そっからの15年くらいで、まあ、ゲーム業界。そうですね。なんだかんだ15年くらい経ちましたけどね。最初は、でも、その建築業界で29まで、何にもゲーム系のことをやってこなかったんで、はい、なかなかこうどうやって業界に潜り込もうかなみたいな、はいはいはい、まあ、基本的に30で未経験です、はい、雇ってくださいって無理じゃないですか。無理っすね、それは。
で、そこで考えたのが、まあ、業界の人とかに、信長の野望オンラインとかで、まあ、ゲーム、オンラインゲームって結構業界の人をやってたりするんで、はい、どうやったら入れるとか、どの辺が不足してんのみたいな話を聞いたときに、はい、その頃 i モードとかが、ミニゲームとかいっぱい流行り出してたんで、はい、あの辺だったらちょっと勉強されて、あれでもできるよみたいなところで、プログラムを勉強して、なんとかゲームを作ってる会社に採用していただいて、はい、その中で、ちょっと最初プログラマー半年ぐらいやってたんですけど、プログラマーの能力なんて大したことなかったのもあるのと、すごいやる気に満ちてたんで、はい、プログラマーとかを派遣する、人材派遣みたいなことをやらないかって言われて、その後2年間ぐらい営業やってるんですよ。はいはいはい。ゲームを作ってる会社の、ゲーム業界にも、その、プログラマーとかプランナーとかデザイナーとかを派遣するような業務の営業。はい。をやって、その中で営業先でプロデューサーさんとかと出会ったりするんで、はい、ゲーム業界の話聞いたりとか、ゲームってどうやって作るんですかみたいなことを聞いたり、まあ、雑談ベースでちょっとさせていただいたりとかしつつ、はい、でそれと営業しながら並行して自社でオバゲーとかグリーとかっていうのが出始めたんで、はい、だったら自分も片手間でちょっと時間を作って、自分の派遣してるのプログラマーとかがちょっと空き時間に作れるんじゃないかと思って、はい、最初にそのモバゲーとかにゲームを作り始めたっていうところから、まあ、始まったのかなっていう感じです。その時代もあったと思うんですけど、はいはい、まあ、それでもあれですね、30からゲームは作れるんだっていうことですね。そんな話、まあ、なかなか多分ないんじゃないかなと思いますね。いやそれはいや結構衝撃ですね。30でから未経験でいけるもんなんすねっていう話は。いやなんかいるんですよ、やっぱゲームどうしたらゲーム業界いけますかとか、はいはい、ゲーム作りたいですっていう若者って結構たくさんいるじゃないですか、やっぱ世の中に、はいはい、なぜか僕に聞いてきたりもするんですけど、あのなんかね、もう多分そういう人、僕の視聴者に今これ見てる人たくさんいると思うんで、30で未経験からでも、まあもちろんその直しさんの場合はなんか別にゲーム素人ってわけではないですよね。もちろんそのめちゃくちゃやり込んでたっていう背景があったからってと思うんですけど、はい、そういうこともあるんだよってことですね。なるほどな。なんかその僕がゲームしてた時に、はい、信長の野望オンラインが一番僕オンラインゲーム歴が深くて長いんですけど、実は、はいはい、信長の野望オンラインもベータからやってて、まあ、合戦っていういわゆる GVG があったんですけど、はいはい、その時に僕がその徳川と今川が戦うみたいな合戦で、僕が今川軍にいたんですけど、はいはいはい、今川に参加してる人たち全員に呼びかけて、こういう風にあなたたちはおとりをやって、僕らが本体で、その他の人たちはこういう風にやってみたいな、はい、を切ってやってたんですけど、はい、その戦法がすごいこううまくいって、はい、おとりを使って本体が敵を倒すみたいな戦法なんですけど、はい、それが信長の野望オンラインの合戦の基本システムになったんですよ。ほう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 。具体的になので、プレイするだけじゃなくて具体的な改善を日々考えるような感じでプレイしてると、これが、ゲーム業界に入った時にすごい生きると思います。まあ、つまり、まあ、ナウスさんは、そのゲームプレイヤーだった時から遊び方を作ってたっていうことですね。まあ、考えてたというか、はいはいはい、より良くなるにはこうした方がいいのにな、みたいな考えは、ゲームプレイした時からあったのかなっていうふうに振り返ると思ってます。ちなみに、グラムスさん、今、採用活動はされてますか？まあまあまあ、優秀な方がいれば、わかりました。もし優秀な方がいれば募集するということです。はい、そうですね。特にゲームで今言ったような、その具体的にこうするとこういいんじゃないかみたいな。で、基本的にその改善しようって思ったことって、はい、デメリットも同時に発生するんですよね。はいはいはい。例えば UI を文字を大きくした方がいいんじゃないかっていう意見あるじゃないですか、はい、文字を大きくするとその分その表示スペースがでかくなって他の表示スペースが大きくなるじゃないですか、はい、そうです。圧迫されますよね、はい、圧迫されますよね。そのデメリットより文字を大きくする方が勝ってるかどうかっていうところで判断しなきゃいけないので、はい、メリットだけを見るんじゃなくて同時にデメリットを見てよりいい方を選択していくみたいなのがプランナーの能力としては大事なと思います。はい、わかりました。何事も一長一短ということで、実際新作とか出たら単にずっとほぼ寝る以外全部やってますからね。ああ、その違うとこのゲームっていう、はいはいはい、そうそうそう。だから未だにその普通にプレイヤーとしてもずっとゲームを最前線でやり続けてて、ここからさっきの多分こうしたらいいんだろうなみたいな
ところとかもずっと考えながらプレーしてるんで、はい、あんまりいないと思うんですよね。ずっとこうプロデューサーやって代表やって、そんでかつずっとゲームを他社のもやり続けるみたいな、うんうん、いやあんまり聞いたことないですね。確かに、うん、はい、あんまり会ったことなくて、まあ、それが昔はいたけどやっぱ引退してったりもするじゃないですか。さっき言ってやり続けるってすごく大変だとは思うんですけど、それをまあ僕横で見ててやっぱ思うのは、ずっとスマホもいじってるんで、はい、その時には結構ご飯食べに行ったりした時も左手でプレイしながら飯食ったりしてますなるほど、はい、なるほど、まあ、多少行儀は悪いかもしれませんけど、それぐらい熱意があるということで。そうですね、結構あの寿司屋とかも出てもやったりするんで、はい、変な感じになってますね結構、まあ、大将とかにちょっと僕ゲーム作ってるんで、これ今ちょっと必要なんですよって一応一声かけるんですけど、はい、じゃあそういうことでですね、プロデューサーの方とプロモ担当の方からすごく熱いお言葉を聞いて、まあ何でしょうね、まあ正直あんま言いたくないですけど、めちゃくちゃ言いたくないですけど、ちょっとでもゲームやりたくなりましたね。あれですね、いや、なんかあれなんですよね。いや、なんかすごい複雑だったんですよね、話聞いてる時も。あれだけ結構力込めて言ったしなっていう反面でも、なんかこれだけ熱いこと言われると、ちょっと、すごい今複雑な感情なんですけども、あの、視聴者の方にはね、そんなことは多分関係ないと思うんで、いや、でもラグナドールは、でもプレイしなくても大丈夫ですかね、どうですか行きましょう。やってくださいよ、ラグナドールの、もしよかったらやり込み動画みたいな。いやー、まあね、だったらまあちょっと正式にちょっと案件をいただいて的な話ですね。そうですね。はい、まあ、買っていただいて、はい、まあ、ラグナドールの宣伝をね、もししたいのであればということになります。はい。まあでも中井戸さんが本当にやり込んでいただけるんなら全然お願いしたいですけど、はい、ちょっとその辺また、うん、あのやり込み度を見させていただきます。はいはい。まあ、本当はね、本当は中井戸さんみたいな方に、うん、これ本当に面白かったんだよみたいにやってもらえると。まあでもちょっといや気なんすよ、なんていうかそのいや本当に奥深いのかどうか検証みたいなのはあれいかしいですね。はいはいはい、はい。本当に言うほどなのかって奥深さが分かるまでやるっていうのはまああるかもしれません。はい、甘口でお願いします。はい。そういうことなので、だいぶ破天荒な動画にはなってるんですけども。でも話せてよかったです。ありがとうございます。はい。なかなかないですよね。まあ、プロデューサーの方とかが、まあ、露出することはあれど、ここまでゲームに関することを話すっていうか、でそれもその宣伝じゃなくて、だいたいその、いや、こういうゲームでっていう宣伝をするんですけども、自分の思いとかを赤裸々に語っていただくというか、その、そもそも前はどんな仕事しててみたいなところから話すのって多分ないと思うんで、個人的に結構面白かったかなと思います。ありがとうございます。はい。というわけで本日は、グラムスのプロデューサーの谷さんと、プロモ担当の黒田さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お願いします。